広島にできるのかまだ分かんないですけど、それは。大谷もやってんの一緒に。やってます。嘘だろ。やってるんすよ。その話出しちゃっていいですか。なんだろう、お前の話いらない。いらない。翔平大谷やってないでしょ。やりました。いいから。いいから言わせてください。い受けたことないでしょ。あります。あ、いいんだよ、いいんだよ。お前さ、嘘やめ。嘘は言わない。お前はね、俺はまっすぐで、もう俺友達に匂いがする友達だと思ったけど、やめろそれ。もうそれ嘘は。やってるわけがない。それはなぜですか。もう空気がない。君がメジャーの人と触れ合った空気は、いや、その時点でまだメジャーリーガーじゃない。でももう今メジャーリーガーなる人と君が触れ合った空気やんだ。俺がなんかイチローと喋ったことあるよって言っても信じてもらえないようなもんだよ。確かに、わかりやすい。確かに。確かに。やってんの大谷。やって3ヶ月ぐらいですけど、3ヶ月4ヶ月ぐらいですけど。入団してきたあいつはじゃなくて、いや、僕がだからトレードで行って7月からだったんで。その時大谷何年目だったの。兄ちゃんに行く年だから、その最後の1年。あ、途中でですか。途中トレードだよ。途中なんだ。そう、7月なんですよ。ギリギリどこで。そうっす。7月の頭ぐらいに球団から連絡あって、で、もう明日事務所来てくれっつって、事務所行ったら、明日今から北海道行ってくれってなって。 DeNA ってどこにあるの事務所。館内です。あ、まだにやんな、はい、って言っても、北海道行ってって。わかりましたっつって。涙もなくな。なかったです。僕どっちかって言ったらもうそのよしだったんで、あ、帰ってやっちゃうダンスあるかも、はい。ハムはその子誰だ。鶴ちゃんとかいたんじゃないのか。あと清水優志。ああ、清水な。で、そうですね、清水優志、石川亮で鶴さん。あ、いや、亮あれはキャッチャーだったんだっけ、もともと。いや、今もキャッチャーです。あ、そう、はい。で、あとは巨人にいる子じゃないの今。あ、違う違う、あれ違う、慎吾だ、はい。あとあれです、あの大野さんと市川さんもいたっす。ああ、はい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 。あ、そう、はい、いたね、キャッチャー。なんでそこでエスカバーってお前なんだろうな。その時に多分ね、怪我人が増えてキャッチャーがいなくなったっていうのがあって、うん、大谷翔平何年目だったのそれ。だ、それこそ本当にメジャー行く、あ、前の年、前メジャー行く年、最後の年です。どんな子なの。めちゃくちゃいい子です。なんかあの、僕はもうすでに二刀流でもうバン、もうベイスターズ行った時も、うん、テレビとかで大谷翔平二刀流とかってやってるじゃないですか、うん、で実際やっぱその行った時に、あ、大谷君だっていう感じだったんですよ。漫画の世界みたいな。そ、まあ、そんなに話しかけに行けないじゃないですか。後輩先輩だろ。後輩だし。向こうは後輩でしょ。向こうは後輩だし、なんかガツガツなんか、まあ、話すときはまあ当然来るだろうけど、そんな自分からガツガツ行く必要ないなっていうスタンスだった。なるほど。そしたら逆になんか翔平から結構、お前その偉そうに翔平言うな、お前。なんだよ翔平。大谷君が、そうだ。まあいいや、翔平から来んの。そう、翔平からなんか話、結構話しかけてくれて。どういうふうに。前さん何々言うと、まあ、しょうもないことですけど、なんかそういうの結構あったんですよ、そういう会話のやり取りが。それ聞きたいんだよ。 そこをはしょるなよ。なんでめんどくさくなってんの。いろいろ楽しいよ、そうな感じ。自分だけニコニコしちゃってさ。いや、ね、それ聞きたいわけじゃん。そのしょうもないような話かもしれないけどっていう。何それ、面白い子なの。面白いどうなんですかね。しょうもない話を結構話しかけてくれて、一回話し続けさせてもらっていいですか、最後まで。で、それが、え、なんでそんなに話しかけてくれんのっていう感じだったんですよ、僕は、うん、疑問に思ったんで。僕はただ黒羽だよっていう、はい、そのエスコバーとトレードになったら何なの俺みたいな。もうキワキワの人間だよぐらいの感じじゃないですか。そろそろだよ。そろそろの人間だけどっつって。なんで翔平みたいな。そしたらその時に翔平が言ってたのは、まあ、やっぱ新しく来た人に対して後輩から距離詰めるの当たり前じゃないですかって言ってくれたんですよ。かっこいいな。かっこいいじゃないですか。もうその言葉で僕ファンになったんですよ。お前大好きだ。そうです。そうですね、その言葉、それはまあ結構いろんなとこでも言ってるんですけど、それその一言で大谷翔平っていう人物がある程度わかるかなっていうのは。お前は詰めすぎだよ俺に。僕は大谷翔平にはなれないんで。いや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 、黒羽俊樹としてデーブさんに、そのなるほどな、詰めてくれた。詰めてこのくらい顔でかいから。そう、練習も済んだあれ大谷って。そうですね、残ってやっぱ練習とかもしてましたね。
気強いの優しいの何なの、なんかちょっと得体がし、なんかなんでって言ったら、俺らが楽天でもさ、はい、大谷こう打席でさ、選手がやったら俺らもやじるじゃん、カッとにらみつけてくるわけ、こっち気強いなと思って。いや気は強いと思います。あとはやっぱ自分がこれをやるって言ったものに対しては多分徹底的にやる人間だと思うんですね。だから練習にしてとかもそうだし、なんかあの栗山さんが外出禁止にしてたとか、僕そこは分かんないです。外出してなかったの大谷は？分かんないです。もうそこのプライベートはそんな接点なかったんで。出かけてるとこかどうか分かんないの？分かんないです。携帯も知らないの？携帯 LINE は知ってるっす。すごいなお前。すごいっす。それ自慢だな。で翔平のインスタのフォロワーも僕入ってるんですよ。それ向こうがフォローしてくれてるんですよ。かっこいいな。かっこいいです。もう自慢できるんですよそれだけで。すごいなお前。僕がすごいじゃなくて大谷が。あそうか。大谷認められる男ってすごいな。この間さ村田でバッテリーコーチ、はい、新一さんですか？違う俺は後輩。はい、俺は小吉って呼んでんだけど、そう、吉野さん、うん、WBC のコーチで行くかちょっと今お別れしてるじゃん、言っといたの、ダルビッシュの携帯を座っといてって。やってくれてるかな。小吉に。僕あの村さんが初めて写真撮った人なんですよ、プロ野球選手。小吉と？はい。あ、小吉と。新一さんじゃなくて？いや、あの、なんですかね。自分のカメラで初めてその人だけを撮ったのが村田さんなんですよ。今の村田さんの話？村田、吉野さん、はい。なんで？横浜スタジアムに行ってて、だいたい見に行くとき巨人戦あったんですよ。小学生の時。小学生の時。うんうんうん。まあ、練習してるときに入れるじゃないですか。うん。ビジターが練習して。なるほど。でこうやってバーって近くまで行って写真撮っていいですかって言った時にニコって笑ってくれて、で写真撮ったのが初めてで、まあ、あいつもそんな言われるタイプじゃないからな。僕は何とも地味な男だね。12番の時ですね、うん、女性ファンはいないから。まあ彼も僕らと一緒のパリーグの匂いのする子だからね。小吉は僕もうパリーグの匂いですか？バリバリ、もともと日ハムじゃないかっていう感じはあるよね。セリーグの匂いないですか？全くない。へえ、よかったよな。よかったのか。ダルビッシュはもう全然絡んでないの？絡んでないです。え、あと誰、日本も誰がいるその頃？え、ピッチャーレギュラーエース誰？大谷か。有原とか。有原帰ってきたな。あれ有原とか、あと宮さん、あのさ、聞いたらさ、あの林ってジャイアンツの、はい、ハム行ったじゃん、はいはい、あの時もいたの？いました。あ、ハム行った時は僕はベイスターズ一緒にやってます。ああ、リン君がさ日本ハム行ったじゃん、はい、その時の話聞いたらさ、試合終わったのも何分後かぐらいに卓球が始まるらしくて卓球大会が卓球団から負けた時はちょっと やめんのやめなって送らせなさいって言って、みんなで稲葉とかみんなでこう待ってたって。そういうチーム。そうです、結構自由な。栗山さんも怒ることないんだ、ほとんどないの？ない。でもなんか自分の中で多分処理してるんだと思うんですよ、グッて噛み締めて、うん、だからそれを誰かに当たるっていうことは多分しない。すごいな、でもお前の人生も。はい。で首って言われて何したんだっけお前。首って言われて、うん、ちょっと待って、 LINE 来てんの？ダルビッシュからかな。1週間後ぐらいに知らない番号で電話かかってきて、バン取った時に飯原さんだったんですよ、ヤクルトに。ああ、飯原。はい、うん。で飯原さん、僕あの面識あったんですけど、その連絡先を知ってるわけではなかったんですけど、うん、たまたま連絡くれて、まあね、どうすんのって言われて、でいやまだ一応トライアウトまでは受けてみて、ダメだったらもうやめますって話をしてて、で栃木でコーチやらないかって言って、そっから始まったんですよ、うん、栃木の話は。飯原は何やってんの今？今もまだやってます。あ、栃木でやってんのあれ？はい。あ、そう。